今ですね、イタリアのフィレンツェにいます。フィレンツェですね。で、フィレンツェの、今ベッキオ宮っていうね、ベッキオ橋っていう橋があって、この近くですね。で、真正面向いてるんですけどね。で、これは1299年に着工されて、フィレンツェ共和国の成長して使われたところです。で、現在も市役所が置かれて、入り口は前の町の紋章を持つね、獅子像が飾られています。ルネサンス様式の装飾が飾られた大広間や部屋には絵画や、彫刻が、ね、飾られ、ミケランジェロの作品もあるということです。中庭中央の噴水のような、ベロッキオのイルカを抱くキュービットのコピーですね。で、ここのところ中に入るのは6ユーロで、この今広場があるんですけどね、これに関しては、シノリア広場、まあ、この辺りレストラン、カフェとかがありますね。そこレストランかな。あとちょっとした食堂があったりします。